はい、トメタです。下手くそででかい車乗ってるやつほど裏道使う。はい、トメタです。はい、今回はですね、ちょっとね、こちらもう見てお分かりの通り AMG GT を買いました。え？あ、か、なんで？借りました。買いましたじゃない、借りました。という感じで、ちょっとね、約、まあ、500馬力ぐらいあるんで、ちょっとね、せっかくなんで、ね、ぶっ放したいと思って、ちょっとね、まずどんな感じの車か紹介したいと思います。で、こちらの GT は一応ベースグレードです。AMG GT。S とか R とか多分 C とかあったかな。けど普通のやつで、で一応後期なんで、476馬力のトルクが64キロ。で、車重が1680キロぐらいあります。排気量は？あ、4リッター V8 ツインターボです。カタツムリ2つついてます。この証がここに。V8 ビターボね。という感じですね。で、タイヤサイズの方は265/35/19になってますね。で、まあもう純正で見ての通り、6ポットの対向キャリパーみたいなのがついていて、で、ブレーキローターの方も2ピースっぽいね、なんか。で、ドリルドと、スリットが入っているローターですね。はい。で、これ純正タイヤで PSS かなんかミシュラン入ってますね。はい。で、まあ、LED ライトで、で、グリルが、なんだっけ、後期からこの縦の、パナなんとかグリル。パナメルカグリルだっけ？パナメルカグリルみたいなやつ。これかっこいいっすよね。で、ここにダクトがあって、なんか、ラジエーターか、インタークーラーかわかんないけど、ついてますね。はい。グノーズ素晴らしい、めちゃくちゃ長いよこれ。あ、でそう、ここにもなんかねダクトみたいのついてますね。はい、屋根黒でね、かっこいい。あとこのミラーもね、なんかこんな感じになってて、なんか空力やらね、なんやら考えられてそうですね。で、リアタイヤの方は純正で295/30 20インチ、フロント19に対してリアが20になってますね。すごいね、20インチか、すごいな。で、後ろは2ピじゃないね、ローターは。で、まあ片押しっぽいのがついてて、まあリアはね、そんな感じですね。はい。で、一応リアビューの方、まあ今は閉まってますけど、この格納式のウィングがついていたり、まあ LED のね、テールでこれ流れるんですよ。シーケンシャル。うわー、いいね。で、マフラーも純正で4本出しになってますね。はい。はい。エンジンルームの方ですけど、いやー、すごいね。V8 が、こんな、ここに堂々たる V8 が置かれてます。で、その後方には、すぐ後ろにツインターボ、ターボチャージャーが2つ、カタツムリが2つあります。すごい。お、なにこれ。エンジン組んだ人かな。おー、すげえ、ちゃんと入ってんだね。 AMG の証なんだ。すげえ、なんて読むかわかんないけど。ドイツ語、ドイツ語。で、ここのダクトはなんかどっかに行ってますね、よくわからん。で、バッテリーも大きいっすね、なんか。やっぱ重量配分も結構考えられてんのかなっていう。すごいね。ここのダクトはなんか閉じてますね。ダミー。ダミーか。これマスターっぽいね。そうだね。
あ、そっか、左か。左ハンドル。左ハンドルだからこっちにあるのか。普段日本車こっちにマスターがあるから、なんでこっちについてんだろうな。左ハンドルだからか。すごいな。そんな感じになってますね。はい、内装の方ですけど、まずステアリングの方は、まあ、アルカンターラにカーボンが織り交ざってますね。質感はまあ結構しっとりしてるけど、ちょっと滑るね。で、パドルもついていて。で、まあいろいろね、まあクルコンだったりとか、まあ操作部があります。あんまり俺はしっくり来ないな、このステアリングは。はい。で、このレザーがやっぱりね、レザーが貴重になっていて、まあワンポイントでカーボンが入っていたり、まあ内装は結構おしゃれではあります。で、純正でなんかセミバケみたいのもね、入っていて、で、上もね、ガラス、ルーフになってます。でも、これ開きません。まあでも、いろいろなとこにね、アルカンターラ生地が使われていて、いろいろ。ハザードのスイッチが上じゃない？ね、ハザード。なんかコックピットみたい。すごいね。ここら辺にもなんかいろいろあって。すごいね。で、ペダル、ブレーキとアクセルの方、ブレーキのペダルがすごい大きくて、で、アクセルの方がオルガンペダルになってますね。いいですね、オルガン。オルガン好きです、僕。まあ、そんな感じかな。あ、そう、見せたいところが後ろにあるんですよ。で、後ろトランクですけど、ちょっとね、今日はね、クイック羽生の方にカートしに来ていて、こいつらちょっと積んでるんですけど、このね、見てほしいの、これ、カーボンのリアタワーバー。すごいよ。すごいね、スカスカで軽いんだけど、合成多分出てると思いますよ、これ。すごいね。純正でカーボンをふんだんに使ってます。じゃあ、エンジンスタートしてみまーす。すごいね。インテリアの方ですけど、メーターがね、こうね、スポーツとか、スポーツプラス。お、なんか今マフラーの音大きくなった。変わる？変わると思う。変わるか。お、変わるね。で、あとは、こっちにもなんかありますね。アイドリングストップとトラクションコントロールか。ありますね。330km。すごいね。おー。こっちにはこのなんかウィングをこう出せたり、フラップを開く。マフラーのフラップが開いたり、音が変わったり。いろいろありますね。これ音量とか、アイドリングストップとか。これは何だろうね。これはエアコンのモードだね、これ。ああ、エアコンか。ダイナミックセレクト。これはあれか、モードごとの。ああ、さす硬くなったり、エンジンの味付けとか。おお、すごいすごい。エンジンの出力だね。ちょっと吹かしてみて。すごい。これ、水温、油温も出てるね。あ、水温じゃないか、これ、なんだろう。ギアの、ギアか。油温だね。ミッションの油温だね、これ。すごいね。で、なんかトラックレースとか言って。トラックペース。ペースか。あ、ラップ測定とか、ドラッグレース、加速。なんだこれ。最大300キロまで出す測定できるらしいね。すごいな。ゼロ300が。はい。じゃあ、やってみますか。行きましょうか。こんなの使うやついねえだろ。
日本で。おお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 お。参ったなこりゃ。おお、危ない危ない。参ったなこりゃ。うわ、すごいな。負けちゃうなこれ。戻れないね。テレメトリってなんですか。ちょっと泣いてる。よくわからん。ちょっと泣いてるからね。トラックレースなんだね。ラッパー、ラップか。オプション。ドライバープロフィール。ちょっとよくわかんないですね。まあいろんな機能があるわけですね。うん、ここからどうやって戻るんですかね、これ。あ、戻れた。あ、終わった。燃費。燃費がね、今 8.5 ぐらいだね。そうだね。まあそんなもんか。まあなんかいろいろあるね。そんなところです。ね、メーターも変えられまして、ちょっとここで変えられるみたいですね。スポーティースポーティー、ちょっと待つとメーターのデザインが変わる。おお、すごいね、気合が入ってるね。かっこいいね。色が変わってるのかな。でさらにスーパースポーツ、おほほー、すごい、すごいね。わお。いろいろモードが切り替えられる中で、任意で車両のモード変えられまして、まあ、ドライブ、多分エンジン出力の設定、ダイナミックとかレースとかスポーツとかね、そういうのが変えられる。ダイナミックにしてるとね、結構バリバリすごいんですよね。ああ、音がね、後で音取りたいね。で、トランスミッションがマニュアルか、オートマか。マニュアルにしとくと、勝手にシフトアップしない。任意でね、パドルでシフトね。っていう感じ。ダイナミックスじゃよくわかんないね、これ。ベーシック。図を見てるとサスペンションとかなんかアームとか書いてあるよ。なんだこれ。ちょっとよくわかんないね。乗り心地の味付けかな。サスペンションはこっちにあって、コンフォートスポーツ、スポーツプラス、まあ、減衰力変わるのかな。で、エキゾースト。マフラーね。うん。何語、バランスとか、なのかな、これ。わかんないな。で、パワフル。フラップが開くか開かないかなと思うんですけど。うん。っていうところなのかな。車両データ。まあ、いろいろいじれますよと。アクセルペン解除とかわかんないか。あと、高くか。お、ハンドルのね、おお、すごいすごい。いつ使うんだろうね、これ。こんなの使わないね。はい、これエンジンデータか、出力がわかる。うん。こんな感じ。そうだね。リアイング出る瞬間。あんな感じでウィングが立ってます。反応が悪いマグロちゃんだな、もしくはなんか重いよね、動かない。これで閉じた。いや、全然反応しないマグロちゃん。長押しだった。おお、長押しですか。おお、なるほどね。長押しらしい。まずコンフォートで、スポーツプラスで音が変わった。以上です。やばいね、この加速。おお、音もすごい。おお、いいね、カン君の踏みっぷり。見せてくれるね。
あのね、いい車なんだけどね、あの188センチの僕にはもうめちゃくちゃ狭い。本当に狭いんじゃ、本当にもうきつい。一番後ろにしてんのにもうここ当たっちゃうし、足伸ばせないし、もうあーきつい。どうすか運転してる感じは。もう偉くなった気分。全然自分の車じゃないんだけど。まあ、とにかく、うん、左ハンドルになれないし、あ、横幅が1940mm、 あでかいっすね。24センチもある。あ、大谷翔平ぐらいあるってことだ。相当でかいよこれ。大谷翔平が寝転んで、寝転んでゴロゴロしてる感じか、道路。すごいよ。すごいね、本当にね。ちょっとかなり気を使う。あ、確かに、うん、乗ってる感じはまあ意外と普通の車。あ、そうだね。意外と硬いかな。やっぱタイヤが薄いのか、さすがにちょっと硬いのか、なんか思ってたよりはちょっと硬め。そうだね。で、車はすごく軽く感じる、うん、本当にこの車重なのかなっていう。確かに約 1.7 トンを感じさせない動きだよね。感じさせない。あ、本当に S2000 がそのままでかくなったみたいな。S2000 ほど動きは良くないけどね。あ、軽くはないけど、ね、あ、なんか本当そういう感じなんだ。すごいね。ここの回転域でも加速するしね、トルクフルな感じで。トルクフルでもとにかく乗りやすい。比較的、まあ、新車は高いですけどね。あ、中古ね。だとね、意外と買えそうな値段であるなっていうイメージがあるんで、ね、あ、まあ、よかったらグー見てね。ぜひともね、買ってもらいたいですよね。あ、そうだね。自分では買わないから。あ、これ結構女イチコロで落とせるんじゃないですかこれ。あ、そうかもしれないね。まあ、俺思うんだよね。何？いや、女と車はね、もう関係ないと思う。いい男にはね、軽乗ってたって来るわけだ。そりゃ間違いありません。下でこう、男にはね、どんな乗ってたってよ。確かに。まあ、去年ね、やっぱ人なんだよ。迷信、迷信。信じてねえから。まあでもね、女の子乗せたい。確かに。188センチの男別に横に乗せたくない。じゃあ最後は。全開に踏んでお別れしたいと思います。